広崎市立図書館は、青森県広崎市にある公共図書館である。なお、便宜上、広崎図書館を本館と記述する。また、合併前の岩木図書館、相馬図書館の遠隔についても合わせて記述する。返却期限は、すべて2週間以内、図書館な、美波と、むつ年表471ページ、近代明治36年より、AB、B 新編広崎市資料編4870ページから871ページ第2章明治後期の広崎第7節教育の発展と充実4社会教育514広崎図書館の開館式より新編広崎市資料編4870ページ第2章明治後期の広崎第7節教育の発展と充実4社会教育 513広崎市立図書館の設置より、広報広崎平成2年6月15日号1ページ、7月1日、でっかくオープンより、ただし移転オープン直後の平成2年7月2日は土日カレンダー扱いで開館。広報広崎平成2年6月15日号2ページ、大きく明るく機能も充実した市立図書館より、 広崎市立図書館で指定管理者としての運営が始まりました。図書館流通センター。ありがとうございます。